ベニダマ始まるばい。どうもみんな元気しとる、ベニダマのおげんです。アマネです。クレキタンです。出ました、恒例足つぼ歌見た選手権第3回。イエーイ、はい、イエーイ、やっとおげんが帰ってきて初の足つぼっちゅうことで、イエーイ、第3回。あ、だろうやないかい。それでは本日もおげんやっていきましょう。いやー、ベニダマ第一走者てやんでーす。てやん、はい、たやんが今回歌う曲は、うん、残響参加です。おー、残響、ドルイー、頑張ります。ただそこに愛を落とした、風にも渡すように、信じるの引き戻さなきゃ、転がるように風を切って、つまずくことに強くなった、光も痛みも痛みも全部抱きしめて、選ばなきゃ、決めて今選べば、怖い怖い、ビビるビビる、この先どんな辛い時も口先よりも胸を張って、左下手の歌を全部たはどるだけ、逃げ出すためここまで来たんじゃないんだろう。ピンポイントでグリグリいきよった。はや、もうね、めいちゃん生まれたけんね、グリグリできるもんね。そうなんや。めちゃくちゃ痛いわ。容赦ねかったよ、今日は。ありがとうございました。もうちょっとちゃんと歌いたかったな。ベニダマ。はい。始まりました。あまねのターン。ドロー。ドローするな。今回、あまねが歌うのは、谷祐希さんの、ダブル X。Y、Z。英語苦手なんで、こう、うん、発音がおかしいと思うけど、よろしくください。雰囲気で。どうせ歌いんき。うん、どうせ歌いんき。でも会えて
そこ見てないでよ。そっち切れです。へぇー、ナイスナイトアルコール乾杯をしよう。いやー、ありがとう。下に水も前も鍵をないとしても、お互い寄り添うように少しずらしてみようよ。君が触れた太陽、月でかく痛いよ。マリオにたんメロディー、たわみれのソーリーローリーデイ、愛しても通り越して、似たものを押し越して、年老いるまで笑っていたいね。君がいなきゃ不安、会いたいやよーだよー。I like callはい、というわけで第3回も楽しく気持ちよく終わることができたかな。気持ちよくはなかったかな。そうだ、英語弱いやつ、漢字弱いやつ。やべえ。あれ、じゃあ何エンディング撮ろうとしよう、この感じ。何やってんの、はい、何やってんの、はい、次はおげんの番。やべえ。またペン、うん、ペンじゃ、ペン持ってる。ポンしないよ。やりましょうか。はい、座って。はい、はい、ベニダマおげんの番。おげんだけ両足。二人おるけんしようかな、うん、しょうがない。そして武器使うわけね、この二人。チキーン、すべてじゃあ、おげんが歌う曲はオフィサルヒゲダンディズムさんの3つのやつですね。イエーイ。俺が見たいなかったんだね。待って、いただき
でいてんよ。袋に詰められた夏のような世間では、誰もがそれぞれ出会った誰かと寄り添い合ってる。そこには逃げ込んだ僕らはピーナッツみたい。気の身のふりしながら微笑み浮かべる。幸せのテンプレートの上あがり、絵に描いたラブの裏、テーブルを隠して合わせるときつい、ありのままではいられないまま。あーい、やつ仕事だらけ、いけただけでも You know I want you、 歌いてもなくない音芸が取れたのだった。2人がノリノリやったのはこのわけがあったのかね。楽しかった、ロン毛が歯に挟まった。やべえ、だってこれ顔が皆さんはどうやったでしょうか。面白く思ってもらえたなら、痛い思いした回があったね。はい。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。喉が痛いですね。ロンゲーが歯に挟まった。